夏っぽく元気な感じでーはい、OK はい、OK私もずっとやりたくてテニスがもう飽きたテニスでなんかやるらしいよって聞いた時からもうずっとテニスがしたくてテニスのゲームずっとしてたんですよあのこういうのねだからすごい嬉しいんです楽しんできますマイラケットです、うん、今日持ってきましたちゃんとタカさんネットにかけちゃったはい、来た。楽しい。でも暑いよ。じゃあ、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、テニスプランの。お願いします。お願いします。じゃあ、まあ、毎年恒例のバンダイです。スタートが、例えばここを座っていただいて、ある程度練習が終わったっていうところです最高の恋は私としよう長いよなんか前もっと短かった気がするのになんかそうですね座らないでくださいよ恥ずかしいから終わったかなちょっとリハーサルでやってみませんかどうですか結構やるね高校時代のテニスの先生がよく言ってたんだ一番になるより一流になれってその代わり覚えたかももしかして覚えましたかあ、お願いします結構やるね高校時代のテニスの先生がよく言ってたんだ一番になるより一流になれってその代わり はい、ガツですはい、確認させてください高橋もらいましたあ、できたかもはい、チェックこれ見るの恥ずかしいか私飲みたくない遠目で見た声が聞こえるのも恥ずかしいですねオッケーですか。ありがとうございます。はい、楽しいです。この後もうあわよくばテニスしようと思ってます。ダメですか？いいですよね。少しくらい。ね、頑張ったから。これまず。わかりました。オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いて。楽しかったっていうかなんかあっという間でしたでもなんかこういう自分の好きなスポーツで好きな場所でこうやってお仕事ができるのはなんかすごい嬉しいなって改めて思いました告白のシーンで言ってる一番より一流になれという言葉は本当に私の高校時代のテニスの先生が言ってて私がもうずっとこう AKB に入ってからも胸にこう刻んでいる言葉なのでぜひ皆さんにもその言葉を知ってもらえたらなって思いますあ、SK48 のまなつちゃんまなつちゃんは大人になったまなつを見たいです皆さん選んでくれてありがとうはい、私高地明は本当に大好きなテニスという設定でこうここでテニスコートで告白をやらせてもらったんですけれどもそんな私の大好きな場所で大好きな人へ告白している映像が収められているのでぜひ皆さんドキドキしながら見ていてくださいよろしくね
どうしよう。でも、ね、もし遠距離恋愛でなったら、とりあえずやっぱり最近は携帯とかでメール電話ができるので、なるべくそういう連絡を取り合うと思います。うわ、ドロドロ親友の彼氏が好きになってしまった。でもこれはなんか早いもん勝ちみたいな感じで、後から好きになった私が引くべきなんじゃないかなって思います。恋人の誕生日には、あ、分かった。美味しい、なんか好きなご飯とかをあらかじめ、まあ向こうの彼のお母さんとかに聞いといて、その料理を作ってあげるっていうのと、で自分は誕生日の時には遊園地に行きたいです。わかりました。私の飼ってるふーちゃんとまーちゃんっていう犬をこうすごい可愛がってくれるのはすごい嬉しいので、すごい可愛がってくれるとはーってなります。それはもうさっきのなんか延長線上と言いますか、なんかふーちゃんとまーちゃん、ワンちゃんなんですけどのことを、なんか邪魔とかバカとか言ったらもう大嫌いになります。